はい、できました。今日のあちゃんちの晩ご飯はハマチの照り焼きで、里芋、あ、僕持ってくな、あとで取ってくわ。里芋とレンコンのお味噌汁で、ニラのオムレツで、お漬物は玉ねぎ、キャベツ、きゅうり、ゆで卵です。以上で食べましょう。はい、ではいただきます。疲れたまあ何が疲れたかってね、まあ数日は分かりますいただきます。今日何やか作ったんや、何時間作り置きを作ったね。疲れてんけどね、まあ、キッチン動画見とってください。同じ風で分かると思う。ゆで卵ね。あー、おいしい。うん、うん、うん、甘みが少ないからもうちょっと甘みが欲しい。でもこれも嫌がるから、美味しいよ。こういう生活ってな、うん、収入ないですって笑っているやん。こういう田舎生活はええよ、癒されるし、ね、住所ない、住所もない、それもすごいよ、うん、でも完全ゼロやとしんどいからね。自給自足でな、野菜とか作って食べられたら生きていけるやん、お金なくても。
お米大変やけどな、作る。1年で、初年度なんかほんまに1年分経ったら作られるまで作られへんからな。よっぽどでっかい田んぼじゃないと。そういうこと考えやんでもな、自分で食べられるんだけ食べて、それで生活したらそれでいいやん。服買ってさ、な、何でも買い替えようにもいけるやん。こんな生活面白いと思うよ。海の水汲んでって自分で塩作ってんの。豆作ってん、いや、ならね、どんだけ海からか遠いね。卵食べる、いや、ぬか漬けいらんの。腐らないで、腐らないで、いや、どこまで食べるから。長州力いいね。最近何か分からんけど、こういう自然な生き方ってええなって思うようになってきた。あれ、今の生活はしんどいからね。しんどいこともないね。だから逆にな、お金のある生活の方がしんどいかも。これ増やさなあかんとこや、やっぱり売り上げ伸ばしたりとかいろいろしなあかんやん。新しいことちゃんとほんまに頑張っていいのかなと思う。君たちはまだ若いから仕事して稼いで、じゃあ、いいかなって。まあ畑見とったらな、畑とか一人やん。な、見とったらな、もうじいみたいな年の人がな、一生懸命畑さ、同じ仕事してんねや、うん、と思ったらさ、死ぬまで畑仕事ってできるんちゃうの。要は年いったらもうしんどいからできへんって言うやん。売ること考えればじゃん、自分で食べる分だけやったらそんなに頑張らんでもいけるやん。と思ったら動ける今の間にな、こういうのだけ確保してたら60とかくらいまで、ね、じいって80ぐらいやろぐらいまで、あんな動きできんねんからな。畑できるよと思ったら、なんか自給自足でいいかなと。最近だから、自給自足の時代とか言ってみたいな。そうできていい、そういうあれになってきてるのかな、自分の考え方が。魚食べたなったら海で釣りに行っちゃう。自給自足できへん、
ガソリン作られへん。バイオ燃料とか作ったり。うん。あ、テスラこっち。電気。今は法律だから。江戸時代じゃないやから別に電気来てるや田舎でも。最悪なかったな、自家発電車。金国名か。奈良県限定 CM やな。聞きたいけどな。南の横かわいい。ぶつ切りにしたい。え、自分で。めっちゃ若いな。あの横の人。あ、横の人でしょ。うん。で、ほくれ。ほくれはね、ほら。同じほくれ。同じ点。移動してない、ほくれして。同じ方がね、ほら。どっちだったよね。かわいいやろ。いやいやいや、愛媛と奈良くらい父なんでや。昔の人かわいいやろ。いや、昔の人の顔すぎる。昔の人でも今の若い人ってなんか若くないやん。うちでいけ。それは言うた。夢が壊れる。ファンの夢壊れるよ。いやいやいや、もう知ってんじゃん。いや、知らん。え、ほんまに。目つぶってるだけやな。暗黙の了解。すごいな、この人東大やって。東大卒業とは書いてないな。入っただけね。生活ありがとう。お父ちゃん。はい、叩きで。うん、危ない危ない、危ない、裸で。こけた。自由やな。てっちゃん、
来てるからさ、なんか人と会ってんだよ、ね、うん、あくまでもテレビで映ってんのはここだけ、うん、おっちゃん二人で暮らしてんねん、このとこで。こういうのも面白いよな。てっちゃんも、ぺっちゃんもおるからね。いっぱいおるから、ね、いっぱいおるの。てっちゃんワイルドやな、裸でスズメバチ退治って。あかんて、危ない。でもあれや、人間進化したら多分毒で。自分によって。あ、美味しそう。どこや、行こうか。よし、美味しいわ。もう見ちゃうか、奈良の景色言うとるけど。奈良にこんなとこあんのか。あ、美味しい。卵ってすごい体にいいねんね。完全養殖品で、で、これ平飼い卵だけど、をぬか漬けにすることでさらに体に、うん、うまいよ、うん、うん、うん、ほんのりね、味がいい、バシッとぬかが、ぬかの風味が入ってるんじゃなく、白身はぬか効いてるんだけど、黄身はほんのり味がしてるの。これぐらいがちょうどかも。入れすぎてしまうとね、つけすぎてしまうと白身がね、カチカチになんねん。んで、これぐらいがちょうどいいかもからんの。美味しかった。ごちそうさまでした。ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯は、ハマチの照り焼き。ニラ玉のオムレツでお味噌汁でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで今日はこの辺で終わりしたいと思います。またね。バイバイ。